はい、皆さんこんにちは、金沢のたかしです。前回の動画ではパテ盛りのやり方を見てもらいました。そして今回は耐水ペーパーでの磨きから下塗り塗装と本塗り塗装と最後にクリア塗装までの完成をお見せしたいと思います。はい、それではですね、動画の方をねよろしくお願いいたします。はい、それではですね、ペーパー掛けの方ね、終わったんですけどね、ちょっとね穴のねポツポツ感とかねちょっとまだありましたんでね、もう一回ねパテでね、パテ盛りしまして、まあね、乾燥させた状態になります。で、今からまたペーパーでねカラトミで表面ね整えていきたいと思います。はい、それではですね、ペーパーね320番のペーパーでね、カラトミで してね表面の方を整えていきたいと思います。はい、それでは2回目のねカラトミの方ね、終わりましたけどね、まだね、ちょっとね、デコボコ感ね、多少ありますんでね、ちょっと確認のためにねプラサフの方をねちょっと拭いていきたいなと思います。はい、それではですね、今からね色の方ね塗っていきたいと思いますけどね、今回ね、カバーの方ね使うのはね、MC ペインターのね、シルキーホワイト、これねマジェスティ用のね、純正コードの色ね、であとね、これね、本塗り用のねパールね、これね使っていきたいと思います。はい、それではね、塗っていきたいと思います。はい、それではね、1回目ね軽く塗りましたんでね、乾燥の方ねいきたいと思います。はい、それではね、1回目のね、塗り終わりましたんでね、それからね2回目のね、塗装ねまたしていきたいと思います。はい、それではね、2回目のね、塗装ね、終わりましたんでね、また乾燥の方ね、いきたいと思います。はい、それではね2回目のね、下塗りの方ね終わりましたんでね、でね乾いたね感じ見ますね、だらつき感とかありませんのでね、このままね本塗りの方をね、いきたいと思います。
それではですね、本乗りのね、パールコートね、いきたいと思います。はい、それではですね、本乗りの方ね、1回目、感想を、いきたいと思います。はい、それではですね、1回目のね、クリアね、乾きましたんでね、2回目のね、クリアの方、拭いていきたいと思います。はい、2回目のね、クリアの方ね、拭き終わりましたんでね、乾燥の方ね、いきたいと思います。はい、それではですね、クリアの方ね、乾きましたんでね、ちょっとね、自分の乾燥の方ね、ちょっとね、述べたいと思いますけどね、あのね、まあ日数としましてはね、3日間ぐらいあればね、カバー系はね、このぐらいの大きさのカバー系はね、作れると思います。で、大きければ大きいほどね、ちょっとね、面積も大きいのでね、ちょっと時間かかりますけどね、あとはね、スキル次第でね、十分ね、上達していけるんではないかなと思ってます。それでですね、これをね、また参考にね、カバー系作ってみたいなって思ってる方はね、この動画見ていただいてね、また挑戦のほどね、していただきたいと思います。それではね、ご視聴のほどありがとうございました。じゃあね。